皆さんこんばんは。ラテリエ・ドゥーブルベイの川田若葉です。お菓子教室とそれから自宅教室の開業、そして運営のサポートをさせていただいております。今日ね、ライブ始まる前にいつも今自分のフォロワーさんのうち何人がオンライン中っていうのね、数字出ますよね。あれ見たらいつもよりも20人ぐらい少なかったです、ね、やっぱお盆って影響あるんですかね。なんかね、少ないなっていう印象です、オンラインの人が、ね、私は特に田舎がないのでもう平常運転なんですけどもね。ただ、一応ね、今週夏休みということで、ここのところね、少しなんていうのかな、お教室運営、SNS の発信とか集客とか、それからちょっとマーケティング寄りの話とかね、マインド寄りの話やってて、場合によってはね、ちょっと耳痛いとかね、ちょっとぐさっとくるような内容だったりすることもあったかと思うんですけれども、今週はもうちょっとね、少し緩くやっていこうかなと、夏休みらしくということで、お菓子教室とかね、パン教室や料理教室もあると思うんですけれども、同業他社さんというか同業者さん同士って情報交換してますかってことが皆さんに聞きたいんですよ。私20年ぐらいやってるんですけど、最初の20年ぐらいあんまり同じ業種の人と交流がなかったんですよ。だから完全に独自路線でやっていて、みんなどうしてんのかなって思ってたんですね。例えばそれってなんかこう聞いちゃいけないのかなとかね。だから同じようなお菓子教室やってる方にいきなり、ちょっとレシピってどう書いてますとか、ちょっと見せてもらえませんとかね、どうやって管理してますなんてね、聞きづらいような感覚があったんですけれども、皆さんはどうですか？なんか同じ仕事の人だと聞いちゃいけないかな、悪いかな、教えてくれないかなみたいなね、そんな感覚あるかもしれません。でもなんか最近ってもうなんていうのかな、本当に情報がもう出回ってるというか、なんか隠してもしょうがないというか、なのでいい意味でね、こう情報を開示するのが当たり前の世の中になるし、ライバルというよりは情報共有しながらお互いそれがウィンウィンでプラスになるみたいなね。だからレシピでさえそんなに隠すでもないなみたいな、そんな感覚に変わってきたっていうのがね、特にコロナ以降な感じがしますけれども、そういうことをねすごく感じている今日この頃なんですけれどもね。今日はそんなわけで、レシピの管理方法、なんか私がすごくいいアイディアがあって、それをね共有したいというよりは、みんなどうしてるのって聞きたいっていうところが本音かもしれません。はい、このレシピどうやって管理してんのっていう話なんですけれども、私はね、じゃあどうしてるかっていうことをお話します。で、皆さんもよければなんかね、私はこうしてるよみたいなのがあったら教えていただきたいんですが、20年もやってますからね、結構なレシピの数あるんですよ。レシピって何で作ってます？そもそも、手書きの人もいたりしてって思う。私はワードで書いてますね、で、ワードで書いて、で、そのファイル名の付け方で管理してるって感じです。例えばタルトだったらタルトパッションっていうファイル名で、で、アンダースコアして、で、年号と月を数字で入れてます。これが、大事で、何年か経つとまたあのレシピをリバイバルしようっていうことになるじゃないですか。で、その時にそのまんま同じレシピを教えることもあるけど、何年か経った私は必ずちょっとは成長しててとか、ちょっと変わっていて考え方が違うんですよ。で、ここ違うだろうって思ったりすることがあります。で、これは配合が違うっていう場合もあれば、単純にこう文言でね、作り方の説明が違ったりとか、もしかして混ぜる順番変えた方がより失敗率が少なくなったとかね、そういうことって後々気づいちゃうことってありません？だから皆さん、レシピを一回作ったらそのまんまずっと永遠に同じレシピで教え続けてるっていう人いるかなって知りたいんですよ。必ず何かしら変わっていくはずなんじゃないかと、人間だしね。で、
その時にじゃあこっちの方が良かったって気づいたら、どん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 そのファイルって上書きしてどんどん良くしていくっていう発想ですか、ね、私の場合はそうじゃなくって、必ずこれは2020年の8月に思いついたレシピですって言ったら、次またリバイバルするときは2022年8月に作るんだったら、ファイルをコピーして日付のところだけ変えてます。で変えて、そして古い方のね、最後のところに2年後どう変えたか、なんで変えたか、どういう思いがあって変えたかって書いてるんですけれども、そうすると同じケーキなんですけれども、何パターンもファイル出来上がっていくんですよね。ちょっとそうですね、私のファイルの管理、まあコンピューターのですね、エクスプローラーっていうのかな、あれのちょっと一部だけチラ見せしちゃうとこんな感じになってますみたいなのね、こういう状態です。アントルメショコラレエユズって、これはなんだ、ユズとチョコレートのアントルメ17年2月バージョンってことです。でその上、私の今ね顔がかぶっちゃって見えてないけど、同じ名前が3つ続いてるじゃないですか。だから3パターンあるってことなんですよね、うん、マイナーチェンジもあるし、そこそこ大きい変化っていう時もあると思います。でじゃあ私のそのユズっていう言葉の下、これは一つしかないね、アントルメショコラマント、これはチョコレートミントのアントルメってことなんですね、うん、でさらにもう一個下、アントルメフォレノワール、ね、皆さんねフランス菓子好きな人はご存知だと思いますけど、フォレノワールってケーキありますよね。そうするとフォレノワールに関して言うと2パターン出てきますよね、14年2月と19年2月ということでね、最初に14年に作ったんですかね、で5年後にまた同じ12月にやって、でちょっと変えようっていうことなんでしょうね。そんな感じだから、このファイル開くとバーって同じケーキの名前が続いて、最後の4桁だけ年号とそれから月が変わっていくっていう感じです。で最新のだけは何も書いてないけど、1個古い方はどういうふうに変えたか、どういう考えで変えたかっていうのを書いてる、そういう管理の仕方なんですよね。いかがでしょうか。そんな風に似たようなことしてる人がいたらぜひね教えていただきたいと思いますけどね。はい、そんな風にして何バージョンもあるのは結構ね、まあ皆さんねどうかわかんないですけど、私は最近まあちょっとここ 2,3 年になってやたら忘れっぽいなとか思うんです。だから良かれと思って変えてるんだけど、何をどう変えたかっていうのを意外と忘れてるんですよね。だけどそれ書いてあるとですね、うん、ああなるほど ね、何年前の私こういうふうに考えたね、なるほどなるほどとかね、いいことに気づくじゃんって思ったりすることもあったりするわけですよ、うん、あとね驚くことに、最初の、まあ、バージョン1があったとして、でなんかだんだんねこう変わったことしたくなっちゃっていろいろ手を加えていくんですよね。なんだけどある時、ある程度年取ってくるとなんか原点に戻れみたいな感じで、一番最初のレシピにてこれが一番シンプルでいいじゃないなんてことに今更気づくっていうこともあったりします。そういうね自分の変化をちゃんと記録つけてるってすごくおすすめなので、もしやってらっしゃる方がいたらね、ちょっと参考にしてみていただきたいなと思うんです。あともう一つね、ここのね、バージョンができてきたとして、いろいろねレシピをちょっとずつ変えていったっていう中で言うと、2年前に教えてたその生徒さんたちに、ね、先生、今年もまたあれ出てますけどなんか変わったんですかって聞かれたりするんですけど、皆さんそういうことはないですか。かつてはですね、まあちょこっとしたねマイナーチェンジだったら、変えたらいつも最新のレシピを前に受講してくださった方に差し上げるっていうことをしていました、まあ、こうやってね私考え変わったんで、今の私だったらこれがベストなんで、ね、せっかく前に買っていただいたからお見せしますねみたいな感覚ですよ。
それはすごく難しいことですよね。皆さんどうしてるか知りたいんでなんかね、よければ DM でもいいからね、いただければと思うんですけど、ちょっと悩ましいことですよね。これって考えてみれば、何でもね、こうサービスとか変わっていくじゃないですか。変わってっても普通じゃない、うん、例えばあとね、家電とかいつもそう思うんですけど、すごい変わった新しい家電すぐ飛びついちゃうんですよね。なんかかっこいいとか便利そうとか言って、だけどこれかっこいいんだけど、ここだけちょいと使いづらいよなとか思ってたりすると、絶対次の年とかそこ改善されて売り出されるわけじゃないですか。であちゃーって思うけど、別にしょうがないですよね。その時点で買ったもの、そのメーカーさんだってその時点でベストなものを出してるはずなんですよ。バージョンが変わったからって、変わりましたごめんなさい、前に買ってくれた人新しいバージョンで差し上げますってことにはならないわけですよね。まあこれって、あとはソフト、まあ別に物だったらねしょうがないっていう感覚あるかもしれないけれども、ソフトね、例えば私だったら動画編集最近します。そしたら今フィモーラっていうソフトを使って動画の編集の仕方っていうのをお教えするコースを持ってるんですよ。フィモーラっていうねソフト、これはこの今売っているものを買い取っちゃうっていうタイプの契約と、それから今後もバージョンアップした時に常にその新しいものを得られるよっていう契約は別にある。で当然今のものを買い取りっていうのは安い、そしてバージョンアップしながら、どんどん新しいものは常に使えるっていうのはこうサブスクなんですよ。当然、高いその分だから、物はバージョンアップして良くなって当たり前だし、その前のものを買った人にとって申し訳ないって思うのはもしかして違うんじゃないかって思うようになってきたんですよね。もちろんなんかね、割引とかいいかもしれないですよね。前のバージョンを買ってくださってる人はアップグレードだから、なんかこれやっぱりソフトと同じ感覚でね、丸なんか初めて買うっていう値段よりもアップグレードの方が割安でしょ。でもうすでに買ってる人が差分の分だけ買うみたいなね、そういう風にしていってもいいんじゃないかなっていう風に最近考えるようになりました。自分が変わってきた理由は、一つはやっぱりね、教室業もお仕事だっていうところですよ。前は多分どことなくやっぱり趣味に毛が生えたっていう感覚があったんですよね。きっと申し訳ない、ちょっともっと良くなっちゃったんで新しいレシピ差し上げますみたいな、そういう感じだったんですよね。だけどちゃんと誇りを持って仕事をしていて、その時の 100% その時においてはそれが一番いいものだってことを出しているのであれば、その数年後にレシピの内容が変わったからと言って、それをタダで前に買った人に差し上げる必要が本当にあるのかどうかっていう考えなんですよね、だから本当にこれはコンピューターのソフトの考え方に準じていいのかなっていう気がしました。だってそういうサービスってそういうものだって、その代わりそれだけの覚悟と、自覚が必要ってことです。毎回、なんとなくこれっていいのかな、どうなのかな、よくわかんないけど自信ないけどレッスンしてますっていう、そういう心構えだとそういうことできないですよ。でもその時私はこれをもう考え抜いたベストを出してます。少なくても2023年8月時点のベストですっていうことなのであれば、ね、過去のレシピのバージョンアップをねタダで差し上げるっていう考え方は必要ないかなと、というね、全然ちょっと話脱線しちゃいましたけど、そんな感じで今日はレシピの管理方法と、あとはバージョンが変わった時の扱いについて私の考えをお話しさせていただきました。はい、では明日はそうですね、原価計算ってどうやってんのっていう話を、私のやり方お話しさせていただきたいと思いますので、また興味ある方はぜひ聞きに来ていただければと思います。はい、それでは皆さん今日もね、最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではおやすみなさい。失礼します。